はい、こんにちは。今日は、そうですね。モテない人の共通点というか、まあ、モテないっていうとね、なんかこう、みんなモテたいと思うんですよ、普通っていうか、まあ普通はね。でも、その前にそのモテたいって何をしたいのかっていう話で、その不特定多数に モテたいっていうことなんですかね。で、不特定多数にモテてあなたどうすんですかって話で、何が言いたいかっていうと、まあ、そのね、あなたがまず、そのお金持ちで、有り余ったお金を自由に使えるんですかっていう。多分ほとんどの人は使えないですよね。で、ね、モテて女の子がいっぱい言ってきたところで、あなたはこう、ね、ちゃんと面倒見れるのっていう話で。まあ、ね、そうじゃなくて、ただやりたいとか、ただ遊びたいっていうので、ただ、その、女の子を使い捨てするわけでしょ？ねえ、そしたらね、ちょっとやめてくれっていう話ですよね。害でしかないっていうか。ね、まあ、女の立場なんで、だから、その、モテたいっていうのを、まずどういうふうにしたいのか、モテたいっていうのをね、まず一回考えた方がいいですよね。で、ね、まあ、だって、ね、そんなね、不特定多数をね、その、ハンドリングっていうか、世話なんかできるわけないじゃないですか、普通の人はね。なんか、その、絶倫系の人は別ですよ。その、ね、なんか体力が余っててね、性欲も強くてね、こう、なんか、タイガー・ウッズみたいな感じで、なんか、ね、ちょっとやってないと、その、生きていけないみたいな。でも、ほとんどの人は別に、そういうわけでもないじゃないですか。ね。なんか、その、ね、持っててね、何するのみたいな。だから、要は、その、ね、一人の女の子をね、こう幸せにできればいいんじゃないですかっていう話で。だって結局大体の人はさ、そんなにみんな金持ちじゃないわけでしょ？で、ねえ。だからずっとその、まあ、今ね、気になる人がいたりとかしてね。その人、だから一生大切にできればいいんじゃないの？っていうね。そういうことですよね。はい。